どうも皆さんこんにちは、サイクルスポーツチャンネルへようこそ。今日は中島をお伝えしてまいります。はい、今日はね、あの新製品紹介動画のちょっと番外編という感じで、キャノンデールのオプティモというバイクとキャノンデールのキャード13ディスク、こちらに、ワイズロードさん別注カラー、ワイズロードさんでしか買えないスペシャルカラーのモデルが登場したということで、ちょっとその詳細をですね、今日はご紹介をしていきたいと思います。今日は素敵なゲストを2人お呼びいたしました。ワイズロードから木村さん、はい、と、サイクリストおなじみの方もいらっしゃるでしょうか、大谷陽子さん、お越しいただきました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、大谷さんはね、あの NHK のチャリダーのバカバカ女子部なんかで、はい、あのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、はい、初めて買われた自転車のこととかって覚えてますか？はい、社会人になってスポーツしたいなと思って買ったんですけど、やっぱりこうドロップハンドルに憧れて、いかにもちょっと憧れがあって、ドロップハンドルの、スポーツバイクを買いたいと思って、いろいろネットで検索した結果、シクロクロスの自転車を買いました。ロードバイクじゃない？そうなんですよ、予算10万で考えてたら、はい、ちょうどドロップハンドルで予算10万これだっていうのが、はいはい、シクロクロスでした。木村さん、はい、今10万円の予算でロードバイクが欲しいといえばキャドオプティモですね。こういう選択肢がどんどん増えてきているわけですね。はい、でまず値段は、したいんですけど、はい、キャドオプティモの方が税抜きで9万円となっておりまして、はい、いい時代になりますね本当に、はい、そしてキャド13ディスク105に関しては税抜きで22万円という形になっています。なんと素晴らしい値段についてなってますね。まあ、ちょっとじゃあその製品の詳しい紹介みたいな部分は、はい、ぜひ木村さんからお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。では木村さん、はい、まずはキャノンデールというブランドについて教えてください。はい、はい、まずレースシーンでもですね、活躍するアメリカの大手のメーカーで非常に安心感のあるブランドとなっております。早くからアルミの可能性に着目して、軽さ強さといったメリットを実用レベルに磨き上げて、アルミにこだわってきたブランドになっています。まあ、こちらに今日ご用意した2台、はい、この、それぞれアルミバイクなんですけども、これもうちょっと詳しく差を教えていただけないでしょうか。はい、どちらもアルミフレーム でフルカーボンフォークが入っていてっていう基本的なフレームセットの作りとしては同じなんですけれども、キャドオプティモはキャド13に比べて少し肉厚な、材質になってまして、重量も少しあるんですけれども、外的ダメージに強いとか扱いやすさという面でのメリットも兼ね備えております。でキャド13の方は肉薄で重量も極限まで軽く仕上げておりまして、アルミロードバイクのフレームの中では最高峰の走りというのを実現した自転車になってます。そしてですね、フレームについてるパーツ、はい、こういうとか、こういう、ブレーキレバーとかですね、うん、こちらもちょっとグレードに差があるんですよね。そうですね、キャドオプティモの方にはシマノのクラリスというものがついてまして、キャド13の方にはシマノの105というグレードのものがついてます。まずキャドオプティモに使用されているクラリスについてなんですけれども、確かに上位グレードに比べると重量がわずかに重かったり、ギアの枚数が少ないなどのことはありますが、それでも前2枚後ろ8枚のものギアがついており、基本的な操作方法や仕組みは上位グレードと同じようになっていますので、安心して楽しくお使いいただけます。105はシマノのコンポーネントのグレードの中で上から数えて3番目のレースグレードというところに当たります。ギアの枚数は後ろのギアが11枚となっており、坂の勾配がきついところなど足の負担を最小限に抑えながら走ることができます。また昨今主流になりつつある油圧ディスクブレーキを搭載することにより、雨天や長い下りやストップアンドゴーの多いところなど安心して制動ができるのも大きなポイントの一つとなります。キャド13はキャドオプティモに比べてお値段が14万3000円の差があり、走りの違いはやはりあるものの、非常にどちらも完成度の高い自転車であるなというふうに感じました。特にキャドオプティモに関しては、この価格帯のロードバイクには到底感じられないようないいフィーリングが得られて、正直本当に驚きました。キャド13に関してはもう本当にカーボンに近いような非常に高い性能を持った自転車だなっていうふうには感じてます。ですので本当に安心してリーズナブルな価格でロードバイクを始めたいっていう方には、キャドオプティモより走りにこだわって、例えば今後レースに出てみたりとか、高校生の方で自転車競技部
で自転車をこう始めてみたいっていう方には CAD30 が非常におすすめです。さあそしてこちらの2台なんですけれども、はい、なんとこれワイズロードの別注カラー、つまりワイズロードでしか買えない限定カラーということなんですけれども、木村さん、はい、この色のちょっとエピソードなんか聞かせてください。はい、まずですね、CAD オプティモなんですけれども、ゴールドフィンガーという名前の特注カラーのフレームになってます。同じキャノンデールのハイエンドモデルスーパー6エボハイモッド、そのカラーをイメージしてCAD オプティモで作ってみたというのが経緯としてございます。CAD30 についてなんですけれども、こちらはキャノンデールの人気なカラーになります、BBQ というカラーになっております。今回 CAD30 の105のモデルに関しては BBQ というカラーが存在してなくですね、キャノンデール様の方にですね、なんとか作れないかとお願いをしたところ、ご快諾いただき、この度誕生というふうに、なりました。まあ、小林さんどうですか、ファーストインプレッション。ツヤかマットかっていう、はい、非常に女性的にはファンデーションみたいな感じですけど、すごいこれマット塗装を撫でてなんかあっていうと、あ、なんかすごい気持ちいいですよ、なんかサラサラっとしていて、はい、でもやっぱり自転車って迷ったら買うべきは黒ですよね、はいはい、お、その心は間違いないですよね。どういう乗り方をしていても、なんかこう街乗りでもいいし、ちょっとレースでもいいし、あとはパーツ変えたくなっても、まあ、迷ったら黒買っとけば間違いない。でやっぱりこの色はこう安っぽくないというか、こう山吹色っぽい感じのゴールドですごい落ち着いているので、やっぱり若い人もかっこよく乗れるし、ある程度こう年齢重ねた方でもそんなにこう軽い感じじゃなく落ち着いたデザインですごい乗りやすいなって思います。なるほど、はい、なるほど、なるほど。じゃあ木村さん、これ色の名前 BBQ ですけど、はい、これまさかバーベキューの関係あるんですか。そうなんです。え、 BBQ っていう、はい、バーベキューグリルって実はこの色のことが多くて、バーベキューの楽しいイメージが、そうですね、はい、BBQ っておっしゃったんですけど、はい、バーベキュー思い浮かんだけどちょっと言っちゃいけないのかなと突っ込まなかったけど当たってた、当たってた、意外でした。あのバーベキューなんですね。そうなんです。ではこれから大家さんに試乗してきていただきましょう。行ってきます。はい、ということで大家さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。がっつり試乗をしていただいたわけでございますけれども、はい、まあいかがでしょうか、率直な感想。まあまずはじゃあオプティモの方から伺いますでしょうか。はい、まあロードバイクってやっぱ走ると気持ちいいですね。間違いないですね、はい、間違いないですね。すごい楽しかったです。本当に快適に乗れて必要十分というか、今走ってきた道、はい、本当に気持ちよく走れました。ポジションもあのしっかり出せているし、あの普通にサイクリングする分には全然クラリスで問題なく、うん、はい、走りました。なるほど、あのすごく楽しく気持ちよく走ってまいりました。なるほど、はい、まあ、女性でも、まあ、無理なく乗れるサイズ感って感じですね。そうですね、まだステムも余裕があるし、シートポストもこれだけ出せるとちょっとなんか気持ち的にもいいですよね。でシートポスト出てるのちょっと大事ですね。やっぱりここは長めに欲しい、欲しい、まあ、サドルバッグもつけられますしね。あ、はい、確かに確かに。もうオプティモが最初の1台だったら十分ですよね。え、だってこれ10万切るんですもんね。ロードバイクが買えるんですね、10万で。あの先ほど大家さんとちょっと、はい、あの撮影の外で喋ってたんですけど、まあ、最初に買った時にロードバイクだけじゃなくてプラスアルファの部分にもやっぱりお金をかけた方がいいよねっていう話をされてましたもんね、はい、そうですね。やっぱりこう最初からヘルメットだったりとか、あのグローブだったりとか、まあ、必要なものもありますし、まあ、工具だったりなんだかんだ買うと2万3万平気でいきますからね、はいはい、やっぱりそこの余裕も持った上でって思うとバイクに10万切る、そしたら予算的には12、3万円でロードバイクライフが始められる。余裕を持って買えますよね。奥さんが欲しいとか、はい、お子さんが欲しいって言った時に10万だったら買ってあげてもいいかなっていう人も
通勤用に1台とかでもいいですよね。ああ、なるほど、はい、まあ、決戦バイクがあって、はい、もう1台、うん、サブで欲しいなっていう時に必要十分かなと思います。なるほど、はい、キャード13の方はいかがでしたか。これってアルミなんですよね。カーボンロードを使用してきたかなっていうぐらい反応がいいですよね。すごいしっかりと動くし、キレがいいし、このまま峠に行きたい。なるほど。通勤とかサイクリングでも使っていただけると思うんですけれど、そこからホビーレース、ヒルクライムだったりとかエンデューロに出たいなって思う方はこのままチャレンジできる、そんな自転車なんじゃないかなと思いました。スピード出したりとか、こう山行ったりとか、そういうことも十分できる自転車だと思います。なるほど。あ、大谷さんご自身も昔キャノンデール のカーボンフレーム乗られてましたよね。あ、そうですね、スーパーシックス乗ってたんですけれど、はい、変わらないですよね。変わらない。いや、むしろこっちの方がいいかなぐらいな。実はこの設計から反応が良くなりまして、うん、このドロップドシートステーっていうシートチューブの少し下向き、下側にシートステーをつけることによって、はい、かかりが良くなったり、乗り心地が良くなったりっていうことにも貢献している設計になってます。なるほど、はい、そのフレーム設計の妙もあると。そうですね、オプティモも同じドロップドシート。あ、確かにそうですね、はいはい、これ105でブレーキは油圧なんですよね、はい、油圧ディスクブレーキですね、うん、はい、なるほど。最近女性本当にディスクいいよっていうのは女性同士の話では出てます。盛り上がるんですか。盛り上がります。もうリムブレーキはやっぱり握ると限界だっていう女性すごく多いの で、はいはい、で手も小さい方が多いので、やっぱりディスクだと軽い力でしっかりと止まるので、握力が弱いのは性別問わず男性でも女性でもやっぱり楽に止まれるっていうのは安心ですからね。木村さん、しかもこのシマノのレバーはよりこう指かけやすくなってますよね、デザインが、はい、ちょっとこう外に人間工学も基づいて、設計されてますから非常に馴染みやすい作りになってます、うん、こう下りが結構きついところとかちょっと荒れてる道とかでもちゃんとブレーキが効くっていうのはすごく安心感があるので、うん、105でディスクでブレーキついてて、すごいこれはどこにでも使える自転車だなっていう感じですね。まあ、改めましてね、価格が、まあ、オプティモの方が90,000円、そしてキャド13の方が220,000円という金額になっております。さあ、木村さん、ちょっとこれ実際ね、はい、この今日の動画を見て、はい、やべ、買いたいってなった時は実際どうやって買えるんですかね。はい、そうですね、もちろん店頭の方に出向いていただいて、スタッフの方にご相談いただいてももちろん購入いただけるんですけれども、ワイズロードオンラインという弊社の通販サイトがございまして、そちらの方でこちらの車体検索していただいて開いていただいて、購入相談予約というボタンがついておりますので、こちらをクリックしていただくと購入相談を体験舗というのをお選びいただけます。お客様の方にはお店の方に出ていただいて、でお客様に合ったサイズというのをそちらでご案内をさせていただいて、後日ご納車させていただくという、そんな流れになっています。なるほど、はい、ありがとうございます。いや、そして大谷さん、はい、こう1日2台、まあ、乗っていただいたわけですけれども、はい、改めていかがでしたかね。いや、楽しかったですね。はい、これからロードバイクを買いたいな、まあ、ロードバイク始めたいなという方はご自身の乗り方に合わせてこの2つどっちかを、チョイスされたら、すごく楽しくロードバイクのある生活を、続けられるんじゃないかなと思いました。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。サイクルスポーツチャンネルではですね、まあ、今日の動画以外にもいろんな新製品紹介動画とか、ご用意しております。そして面白いなと思ったらチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いします。またね。